乃木坂46の与田祐希が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンからの質問に答えた、与田祐希、西野七瀬らとの交流明かす与田は、ゆるっとやります、と綴り、メンバーの早川聖輝との2ショットを公開してファンからの質問を募集。早川との2ショットにファンから、与田聖ら、与田と早川の相性、嬉しすぎる、とコメントが寄せられると、唯一の同い年今度一緒にビールでも飲みます、と返した。さらに、最近なあちゃんと会った、という質問には、お家に遊びに行かせていただきました、と同グループを2019年に卒業した西野七瀬との交流について告白。続けて、4期生の柴田ゆなとの最近のエピソードについて尋ねられると、もううちにいちごとチョコ持って遊びに来てくれた、と明かした。ストーリーズでは他にも、大園桃子さんや向井葉月、佐藤理果といったグループのメンバーとの2ショットを披露している。バル、与田祐希、西野七瀬、柴田ゆならとの近況報告に反響今回の投稿にファンからは、ツーショット尊いです。相変わらずなあちゃんと仲良いのが分かって嬉しい。ゆなちゃんのエピソード可愛すぎる。先輩、同期、後輩を超えて仲良くしてる与田ちゃん最高。といった声が寄せられている。